森優子さん。はい。え国民の生活が第一、え森優子でございます。え質問の順番を少し変えさせていただいて。 質問2番目の質問からさせていただきたいと思います。昨日の決算委員会、本日法務委員会のにご出席の先生方の中でも、特に与党の先生方で、昨日の決算委員会にご出席の先生方も多数いらっしゃいます。昨日のののの決算委員会で私は最高裁裁判所の経理のずさんさんというものを 実物の証拠をもって提示をさせていただき、また会計検査院からも、あの支払い調書等があったとしてもですね、あるいは請求書、納品書等があったとしても、実態を調べてみないと、必ずしも本当にそのような支払いが行われたのか、そのような経理処理が行われたのかはわからないという、かつての検査。 についいてて報告をいただいております、えー、そして、その昨日の決裁委員会におきましては、あの東京第五検察審査会、えー、2010年9月14日に、えー、起訴議決を行った東京第五検察審査会の11人の審査員、えー、この年齢が、えー、し検察審査会事務局が最初に発表したときには、えー、30%。えー 三十点九歳、十月四日。そして、十、え、二、ー、十月十二日には、三十三点九一歳。これは、十一人の審査員の年齢を、十一人分足して、十一で割るところ、十、えー、人分しか足さなくて、十一で割った。という大変お粗末な理由を説明をされまして。えー、そして、その訂正を一回で済ませればいいものを、さらに、翌日の十月十三日、 就任日、その年齢の基準を就任日から基礎議決を行った日に変更したとして、再び変更いたしまして、11人の平均年齢が34.55歳という年齢になりました。しかも、この年齢が1回目の基礎相当の議決を行った検察審査員11人、全く別の人たちの集団でございますが、その11人と、 小数点第2位まで全く同じ34.55歳というあり得ない数字であったということから、この検察審査会、基礎議決を行った検察審査会審査員11人は本当に実在したのか、幽霊審査会ではないかということで、大変多くの国民の皆様から疑念の声が寄せられ、私はずっと調査をしてまいりました。そして昨日の決算委員会におきまして、 えー、最高裁の説明がおかしい、与野党ともに先生方からそのような声が上がり、えー、そして私どものこの疑問を払拭するには、まあ、少なくとも、えー、検察審査員、えー、基礎議決に参加した検察審査員11人の生年月日を情報開示すべきであるというふうに、えー、要求をさせていただきました。えー、改めてお聞きをいたします最高裁 東京第五検察審査会において、2010年9月4日の9月14日の基礎議決を行った検察審査員11人の生年月日の情報開示を求めますが、いかがですか。最高裁判所事務総局上村刑事局長、お答えをいたします。今委員御指摘の通り、昨日もお答えしたところでございますが、東京第五検察審査会では。 議決に関与いたたししました審査員の生年月日については非公表としていると承知しております、でその理由につきましては、東京第五検察審査会によれば、検察審査員の生年月日をお一人お一人明らかにするということになりますと、審査員の方々のプライバシーの保護の観点から望、まあ、ましくないというふうに考えて、審査員の生年月日については非公表という扱いにしているというふうに承知をしております森友子さん。 まあ、その答弁に対して、えー、与野党問わず、えー、委員会にご出席の先生の方から、おかしいと、おかしいという声が上がったわけでございます、生年月日、それ自体を情報開示したところで、どうやって、じゃあ、どうやってその個人を特定できるんですか、それのどこがプライバシーに影響するんでしょうか。本当 本当におかしな説明だというふうに思いますけれども、あのまあ、質問してもあの同じ答えしか返ってきませんので、えー、これ、時間の無駄なんですね。で、あの先ほど申し上げ、ルル申し上げました、この検察審査員11人の平均年齢の危機解釈、3回も発表し直した。で、これを逆算してみましても、どう考えてもそういう年齢の、えー、と審査員が揃うということがないと。 え専門家が計算して言ってるわけですので、少なくとも私は、これだけ私のところ、毎日、多くの国民の皆さんから、これを何とか情報開示させて、そしてこの問題を明らかにしてもらいたいという要望をいただいているわけでございます。えー、検察審査員11人の生年月日を開示していただくよう、これはあのこの法務委員会として、理事会で、え、ー 合意がございますれば、理事会だけで、えー、開示していただいてみるとか、そういうことは十分可能だというふうに思いますので、委員長にお願いを申し上げます、そして、えー、各会派の理事の先生方にもお願いを申し上げますけれども、えー、ぜひ、このまず東京第五検察審査会の2010年9月14日の基礎月日を行った検察審査員11人の生年月日、情報開示について、えー、理事会でお取り計らい。 をお願いしたいと思いますただいまの件につきましては五国理事会において協議をさせていただきます、はい、森裕子さんはい、えー。続きまして同じ問題なんですけれどもあの検察審査会この九月十四日に基礎議決を行った東京第五検察審査会でございますが、えー、検察審査会法四十一条の六の二項によれば 起訴議決、強制起訴につながる起訴議決、えー、つまり2回目の起訴相当、起訴議決、これを行う前に、この2回目の審査において、起訴議決を行う前に、必ず事件を担当した検察官が出頭して、そして説明をしなければなりません、でこれはあの、これを行っていないと、検察審査会法違反である。 ということは、すでに予算委員会等でもご答弁をいただいているところでございます。で、9月14日の起訴議決の前に、これ、斉藤貴弘当時、特捜部副部長が言って説明をしたということになっているわけですけれども、斉藤副部長ご自身が、その当時、捜査に協力していた知人民間人に対して、東京第五検察審査会のこの 基礎議決の前に行う説明に出かける、出頭する直前に、ですね民間人に対して、これから東京第五建設審査会に説明に行ってくるというふうに言ったと。 いうことを私はその民間人から直接伺っておりますそしてその場には複数の民間人がいたということも聞いております。で、この問題について私はずっと追及をし、そして求めてまいりましたけれども、あのまあ、 出張記録、その徒歩の出張記録があるにもかかわらず、この斎藤検察官の出張の記録がない、でそれはあの運用で、えー、必ず作ることになって、えー、はいないからだとか、まあ、さまざまなあの言い訳をして、えー、きちんとしたあの情報開示がされません。えー、そこで、えーまあ、ただ先回の 7月24日の予算委員会において、刑事局長、法務省刑事局長は、この斉藤検事がですね、東京第五検察審査会へ出頭した、まあ、その時の東京第五検察審査会から東京地検特捜部宛てに発出された検事の出頭要請文があるということは明言されました。法務省刑事局長、この出頭要請文、提出をお願いいたします。 法務省稲田刑事局長。お尋ねは、あのまあ、出頭要請書自体を提出できないかということだろうと思いますが、この出頭要請書はあの刑事訴訟法47条に言います、訴訟に関する書類に該当いたしますで、刑事訴訟法47条本文は、訴訟関係書類の公判改定前における非公開の原則を定めておりまして、その点で提出さいたすことは困難であると考えております森裕子さん。 その、えー、言い訳というか、その答弁は全く納得できません、えー、斉藤副部長自身があのそうおっしゃってるんですよ、つまり9月14日の前に、まあ、行かなかったとは言っておりませんけれど行ったのは9月末であると、でまた最近、その民間人に対して、えーまあ 私の追及は正しかったのであるという趣旨のことをおっしゃっているというふうに、えー、お聞きをいたしております、でえー、刑事局長がその検察審査会から受け取ったあの出頭命令書を開示されないということですけれども、最高裁。 最高裁の方にお聞きをいたしますあの東京第5検察審査会が発出した出頭命令書でございますので、東京第5検察審査会にも、えー、その控えがございますけれども、えー、それを提出していただけませんでしょうか最高裁判所事務総局、上村刑事局長東京第5検察審査会によりますと、これ、一般論でございますが、 検察官の出席を求める文書につきましては、個別事件の審査に関する文書でございまして、検察審査会法26条に定める簡易非公開の趣旨によって提出することができないというふうに考えておられるというふうに承知をしております森井子さんあの。行政文書、事務連絡の文書だというふうに思います。えー 確かに検察審査会法では会議は非公開とするというふうに書いてありますけれども、あのこの基礎議決を有効たらしめるための検察官の、えー、基礎議決前の出頭について、まあ、これだけ疑念が寄せられているわけですので、しかも本人がそういうふうに言っているわけですから。あの あの確実に9月14日の前に出頭して説明をしたと、え検察の捜査は正しかったのである、えー、検察が起訴できなかったのは、証拠が不十分だったからであるというふうに説明にいったわけですけれども、なんで,で、えー、出せないんでしょうか、あのまあ、これも,もう何度もやりましたしあの、いつもこういうお答えでございますので、ら致がきません、えー、委員長お願いでございます、えー、法務委員会理事会において、えー、この件に今日 関して協議をしていただき法務省えそして最高裁から斉藤検察官の出頭命令書出張記録え等々この件に関する情報開示を委員会にしていただきますように協議をお願いいたします、はいえー、ただいまの件につきましては五国理事会において協議をいたします森裕子さんはい、えー、それではよろしくお願いを申し上げたいと思いますえー。 次に、東京第五検察審査会に東京地検特捜部が提出したいわゆるねつ、えー、造捜査報告書につきまして、えー、前回のおに質問をさせていただきましたけれども、続けて、えー、質問をさせていただきます。えー、まず、その捜査報告書というものでございますけれども、捜査報告書というものは、すべての事件について作るんでしょうか。法務省稲田刑事局長。 捜査報告書、これ一般にでございますが、捜査活動の結果を報告する形で正面化しているものでございます。従いまして、その個々の事件において、いかなる捜査活動を行い、これをどのようにして証拠化するのかということについて、それぞれの事件の事案の内容や、捜査状況に応じて、個別具体的に判断されるというようなものでございまして。 まあ一般論として、えー、どういう場合にとか、どんな事件にということを申し上げることは難しいと思いますが、まあ、必ずしもすべての事件について捜査報告書を作成していると、えー、義務付けられているわけでないことは、これは間違いないわけでございますが、あじゃあ,あのつつる、作らない場合が多いのかと言われると、そうでもないんだろうと、かなりの事件において捜査報告書というのは作られているんだろうというふうに思います森う子さん。この捜査報告書についての、この、えー、最高検察庁。 6月27日の報告の中には、あのこの、えーまあ捏造であると、えー、こういう嘘の報告書を検察審査会に提出する、そういうことがあってはならないと東京地裁の判決で厳しく批判されたわけでございますが、あこの捜査報告書の,この読み手っていうか、 表現が、まあ、何度か出てくるわけけですけれどもこの捜査報告書の読み手というのは、どなたなたんでしょうか法務省稲田刑事局長。お尋ねは、その田代元検事が作成したあ捜査報告書にかかるものだろうと思いますが、えー、これら、この報告書は、東京地検における上司をな手て人として作成されたものでございまして、その意味からすれば、第一次的にはそのな手て人は上司であり、 まあ、あの検察官が一体として捜査活動を行っておりますので、その上司らを含む検察官らに対する報告文書として作成されたものである。ということであるということになると思います。まあ、その意味で読み手は上司らということになると思います。ただ、これを作成した後は証拠書類となり得ることから。まあ、起訴された事件においては。 例えば証拠開示によって弁護人でありますとか、まあ、同意される場合には裁判官がお読みになることもあると思われます、また不起訴とされた事件にありまして、検察審査会に申し立てがあれば、検察審査員等がこれを読む可能性がありうるものというふうに承知しております。森英子さんえということは、今回の捜査報告書の作成は、まあ、そもそも、えー、検察審査会の審査員、えー、11人の、えー まあ、いわば法律には素人の一般国民から、まあ、有権者からくじ、くじで選ばれる、くじで選ばれる11人の素人の検察審査員が密室で読むということを想定して作られたと、法務省稲田刑事局長。まずあのこの報告書自体は、 田代元検事自体が作ったものでございまして、その当該田代元検事は、え主任でありました木村検事から、え石川氏が供述調書の作成に応じた経緯を捜査報告書にまとめるように指示されたことから、え上司への報告用であろうというふうに考えて、えー、上司への報告用で、えー、あろうなどと考えて、捜査報告書を作成したというふうに、最高検察庁においては認定したものと承知しております森友子さん。 まあ今のご答弁の、まああえー、っと田代検事はあの、これは上司の報告用,報告用だというふうに、まあ、思ったという、まあ、ご答弁ですけれども、それは直接確認されたんですか、あの田代さんは、たぶん、これは上司への報告書だろうというふうに思って、この捜査報告書を作った。 というふうに、最高検のこの捜査、あるいは調査に対して、お答えになったんでしょうか。法務省、稲田刑事局長。えー ただいまの点は、あのまあ捜査にも関わるものでありまして、不起訴にした事件の証拠関係に関わるところでございますので、司祭についてお答えするのは差し控えさせていただきたいと思いますが、まあ、今回の件につきましては、最高検察庁において、えー、田代元検事をはじめとする関係者から事情聴取を行った上でえで、ー、捜査、調査を遂げたものでございますので、えー、そのようなものとしてご理解をいただければというふうに思っております。子さん そのようなものとしてご理解くださいと、その答弁納得できませんよ、何言ってるんですか、最高権としてこの報告書は責任を持って提出したんじゃないんですか、どっちなんですか、田代さんはそう言ったんですか、捜査、あるいは捜査は捜査でしょ、でも調査はきちんと報告しなきゃいけないじゃないですか、答えたんですか、そういうふうに。 最高検のやった調査っていうのはそんなにいい加減なもんなんですかちゃんと答えてください法務省稲田刑事局長ただいま申し上げましたように最高検察庁においては田代元検事をはじめとする関係者から事情聴取を行った上で今回の捜査結果調査結果を取りまとめたものであるというふうに承知しております森ゆう子さん具体的な質問をしてるんですよ具体的にきちんと答えてください田代さんはそう言ったんですか言ってないんですか 法務省稲田刑事局長先ほども申し上げましたように、最高検察庁においては、えー、今の事実関係を認定したことは間違いございません。えー、その上で、個別の関係者の供述内容につきましては、えー、先ほども申し上げましたように、不起訴事件の内容の証拠関係にわたるところもございますので、お答えは差し控えさせていただきます森友子さん。いや、何言ってんですか、これはあってはならないことが起きたわけでしょ。 最高権として責任を持って調査して、そして報告書を出し、調査の結果問題なしということで、こういう報告書をまとめられたんじゃないですか。ただ一部、まあ不要意にというか、問答形式でありもしないことを書いてしまったので、それについては言及処分。 きちんと調査したんですか、今の答弁、全くおかしいですよ、まあ、ただ、ここに、えー、だけ何度もやってるわけにいかないんで、また次回聞きますけれども、あのきちんと次回までに、えー、調査をした監察官に聞いてきてください、そういうことを言ったのかどうかね、えー、聞いてください。で、まあ、報告書の読み手はあの誰か、要するに、えー、検察審査会の11人のメンバーも想定していたと。 えー、いうことなんだろうと思いますけれども、あのそうしますと、斎、えー、藤,藤副部長の報告書に、下線が引いてある理由は何ですか法務省、稲田刑事局長、えー。この報告書は、原案を佐久間元部長が作成したものでございまして、それを最終的に斎藤が確認をして、えー、署名をしたものでございますが、 この佐久間が起案した際に、小沢氏への報告などに関する石川氏らの供述については、小沢氏の事件にかかる起訴相当議決において、共謀に関する直接証拠と位置づけられている重要な証拠であり、他方、検察はそのやり取りについて具体性に欠けるなどと評価していたので、そのやり取り,とやり,取り部分などが検察審査会にわかりやすいようにするため、その一部にアンダーラインを引いたと認めたものと承知しております。森友子さん。 まあ、つまり素人の国、えー、国民が、未出の検察審査会で、えー、その捜査報告書、アンダーラインが引かれた捜査報告書を読んで、えー、そのアンダーラインの部分が重要だと。アンダーラインの部分が重要だというふうに、その検察審査員たちが認識する。そういうふうにするために、アンダーラインを引いた。ということでよろしいですか 法務省稲田刑事局長あの、まあ。ちょっとその言葉の使い方の問題なんだろうと思いますけれども、えー、捜査報告書の中には、いろいろと証拠の引用の部分がございまして、それぞれにおいて、その石川氏の供述の信用性を評価する上でのいろいろな部分がございますで。特にそのアンダーラインを引いた部分についても、そ,のそういう意味で、 えー、重要な部分ということから、えー、こういう、えー、アンダーラインを引いたというふうに承知しているところでございます森さん、まあ、意味がよくわかりませんね、今の答弁は。あつまりあの、本当は検察審査会っていうのは、検察の行った、えー、不起訴の判断、これは正当であったと。 検察は恣意的に不起訴にしたわけではない。一生懸命捜査したけれども、え、起訴にするに足る十分な証拠がなかった。えー、ということで、えー、不起訴にして、それに対しておかしいというふうに言われて、で、今度、あ起訴議決をする前には、いや、我々がやった捜査は正しかったんです。不起訴にしたことは正しかったんです。と自らが弁明に行くわけでしょう。その検察審査会に対して、なんでこういうふうに、えー、 アンダーラインを引いた。そのアンダーラインの部分は、あの、つまり、えー、我々は起訴できなかったけど、起訴してくださいと、えー、そういう部分を強調したところにアンダーラインがあ引かれておりますけれども、えー、まあおかしいんじゃないでしょうかね。それで、あの、まあ田代検事がたびたびこれ本当にこうおっしゃったんですか。記憶がごっちゃになった。まずこの記憶がごっちゃになったっていうフレーズをたびたび繰り返したのかどうか。 ということと、記憶がごっちゃになった。そして、まあ、六時、5時間に及ぶ、えー、捜査、あ、あのー、取り調べ、全くメモと取らずに、えー、記憶がごっちゃになったって言って、えー、その、偽の、ね、ね造捜査報告書を作る。で、えー、それを、まあ、信用できるとしたわけですね。 その田代検事の記憶がごっちゃになったっていう、そういうフレーズを使ったのかどうか。で、その記憶がごっちゃになったっていう説明を、これは信用できるというふうに最高検は判断し、そして多岐法務大臣もそれを了承したわけですけれども、この記憶がごっちゃになって、えー、メモの何もない5時間分の,あの取り調べの状況等を報告書に書いた。これはなんで信用できるっていうふうにしたんですか 法務省稲田刑事局長、えっと。まず先ほどの答弁、若干あの不正確かもしれませんので、もう一度申し上げますが、あのアンダーラインを引いた部分が、必ずしも、えー、石川教授の信用性を肯定する部分のみならず、減災する部分についてもお、アンダーラインが引かれているという意味で、えーまあ、価値中立的なアンダーラインの引き方であるというふうに私どもとしては考えておりますそれが一つです。 それと、今の田代検事のごっちゃになったという説明に関する部分でございますが、それにつきましては、これを、あの、刑事事件の観点からは、これを覆して、故意があったというふうに認定することは困難であるというふうに判断をしたというのが、まず捜査の結果でございます。それから、観察調査といたしましては、その、 このような思い違いをしていた可能性はあるものの、えー、一定の疑念は残ると言わざるを得ず、えー、具体的なやりとりの記憶として、明瞭でない部分があったにもかかわらず、えー、問答式で整理して、えー、記載したことはあ、不適正と言わざるを得ないというふうに、帰結しているところでございます。森裕子さん。まあ全く、あの、まあ、日本語になってないというふうに思います。あの、皆さん、えっ、ー、と、先生方も、えーまあ、ご存じない、 かと思うので、申し上げますと、今私が議論をしております、えー、田代検事の捏造捜査報告書、そしてアンダーラインが引かれた、斎藤検事の、斎藤副部長の捜査報告書。まあ、これは佐久間、当時の特捜部長が自ら書いたというふうにも言われておりますけれども、えー、そういう捜査報告書、まあ、木村検事の捜査報告書、そして石川議員の、えー、録音、 まあ、隠し,撮りした取り調べを隠し撮りした、えー、録音の翻訳書、えー、これはすべてインターネット上に、えー、5月の連休中にあの、えー、ロシア語のサイトにまずアップをされて、そしてそれがあの、えー、国内の、えー、ある、 人のサイトにこう集約されてもう国民のすべてが見れるような状況になって、まあ、実は大変な騒ぎになっていると、で誰が見ても今の,あの刑事局長の説明がおかしいというふうな内容でございまして、まあ、あのちょっと具合が悪くなりそうなんですけれども、その検察官というのは私はあの、我が国において最も、 難しい、えー、試験を通過する、試験を通って、えー、そしてそれはただ勉強ができたとかって、そういうことではなくて、えー、本当に正義感にあふれ、えー、この国に法と正義、えー、我が国が法治国家として、そして我が国が本当に民主主義国家として、えー、成立をすると、その基盤を守るという、もう非常に、えー、尊い使命感に、 えー、燃えた、そういう素晴らしい人たちが、あこの司法試験に合格し、えー、終走列実のバッジをつけているんだというふうに思っておりますけれども、まあ、難しい試験を通って、この日本語になっていない言い訳ばっかりを繰り返す、そんなために、えー、そのバッジをつけてらっしゃるわけではないというふうに思うんですけれども、あの大臣、大臣に伺いますが、あの まあ、私がなぜここまでこの問題に関わっあのこだわっているのか、えー、おそらくなかなかあの分かっていただけていないようなので、ちょっとお聞きします、あの通告していないんですけれども、この検察官の独任性、えー、といいますか、この検察、えー、それについて、まあ、検察権行使の、まあ、権限主体と検察官は言われているわけでございますから。 けれどもこのことについて、大臣のお考えをお述べいただきたいと思タますタキー法務大臣、あのー。やはり警察官というのはです、ねあのー、基本的には、それ一人一人があ独任性のお立場で。 えー、いろんなあ,あちらこじらからのいわゆる圧力、そういうものに左右されずに、えー、独人性ですから、一人一人が独立した判断をし行う、これが警察官としての使命というふうには理解をいたしております森ゆうこさん、まあ。根拠になる条文もお答えをいただきたかったというふうに思いますけれども、まあ、その一人一人が独立をして、えー 検察庁法第四条によれば、まあ、全ての検察の権限を一人で行使をできる。基本的にはですよ。条文からすればですね。もちろん一体となってやるといういろんな制約がかかっているわけでございますけれども、まあ、それだけ重い権限、そしてその裏に責任があると。ですから、この検察官、非常に重い存在であると。 いうふうに思いますし、その検察官が記憶がごっちゃになって、こんなでたらめの捜査報告書を提出する。そしてそれが意図的ではない。と、簡単に、えー、判断をして、そしてこの組織的な関与も疑われている中、このような、まあ、あの、いい加減な報告書を出して終わりにしようとする。これは私には全く理解できません。 もう一度よく考え直していただきたいと思いますし、えー、今日まだ通告した質問、えー、まだ部分的にしかで,できておりませんので、えー、次回、また一般質疑等でお聞きをしたいと思います。以上です。